こんにちは、カジムです。今回はですね、歌詞分析、紅白大トリ務めたジャニーズ編ということで、スマップと嵐の魅力を探っていきたいと思います。アイドルとして共通するものは何なのか、そして二組の違いは何なのかを見ていきたいと思います。今年の紅白で、嵐も休止活動に入るということでですね、まあこれをきっかけに少し振り返ることができたらなんて、ちょっと思ったりもしてます。はい。まずはですね、スマップと嵐の共通点を見て、その後それぞれの特徴を見ていけたらなぁと思ってます。で、分析する材料は何なのかというところなんですけど、私がですね、Python プログラムで自作したツールを使っていきたいと思います。はい。このツール何がわかんのっていうところなんですけど、その歌手が最も使う単語トップ10がわかります。はい。で、そのトップ10を材料に分析していきたいと思います。ちなみに単語の品種は名詞に絞っております。ということで、いきなりなんですけど、皆さんはスマップと嵐どっち世代でしょうか。まあどっちを多く聞いたのかなっていうところで、僕はですね、まあどちらかというとスマップ世代というかね、はい、小さい時からね、もうスマップがいる感じでしたね。はい。でよくですね、あの CD でね、シングルをねよく聞いてました。はい。あれですよ。長方形の長い CD ね。あの、上半分に、だけこう CD が入ってるね。あの、昔のやつをよく聞いてました。はい。もう、なんだろう。一度きりの人生だからっていうね。ラーのところをね。ここ、キムタクが言うところなんですけど、ここセクシーなんですよね。めちゃくちゃ印象的です。はい。めっちゃどうでもいいですね。はい。で、なんだろうな。世界に一つだけの花か。あれがヒットした時はね。もう覚えてますか、皆さん。世界がどういう状態だったか。はい。もう校長先生の話だったり、どこそこいる偉い人の話もみんなオンリーワン話になってましたね。みんなオンリーワンだっていう、まああれがね、蔓延してました。はい。もうね、全くオンリーワンじゃない状態になってましたね。という、決まったかな、決まってないね。はい。この辺でやめときましょう。では、分析いきたいと思います。はい。それではですね、分析結果を見ていきたいと思います。こちらのグラフがですね、スマップと嵐のよく使う単語トップ10になっております。はい。皆さん、どうでしょうか？こんな感じになってますよ。で、下の表がスマップと嵐の、ま、単語をですね、カテゴライズ、勝手に私がしたものです。共通する単語とか、相違のところはとか、トップ5はこうなってるみたいな感じで、私がまとめたものになります。はい。これを見ながらですね、はい、こちら右側で私が分析したものを一緒に見ていきたいと思います。まあ、大きく2つ共通するところと、まあ、それぞれの特徴を見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速共通するところから見ていきたいと思います。大事なところカボチャで隠してますんで、一緒にめくりながら見ていきたいと思います。はい。もうね、これドドンと一発来てます。はい。トップ10のうち何々が同じということなんですけど、何だと思いますか？はい、もうこれを見ればね、一発かなと思うんですけど、なんと8単語が同じなんですよね。はい、驚愕ですね。はい。で、これなかなか今まで見た中でこんなことはなかったんですけど、やっぱさすがですね。はい。もうジャニーズでもう国民的アイドルとなった2組ですからね。かなり似た要素があるんだなと、ここからちょっと思いました。はい。で、もうね、注目すべき点はもうただ一つかなと思います。はい。スマップも嵐も、1位が夢で、2位が胸っていう単語を多く使ってるんですね。これ、すごい共通点だなと思いました。はい。そこをですね、見ていきたいと思います。1位が夢という部分を、まあ、どういう風に捉えたかというところなんですけど、まあ、すいません、簡単なんですけど、やっぱりアイドルだなと。はい。やっぱね、夢を見させてくれるっていうのがアイドルと思いますので、まあ、夢をこうね、一番多く歌っているっていうのは、まあ、納得の結果かなと思います。はい。で、次なんですよ。胸なんですよ。胸がなんで2位なんだよって思いませんか？何なんだ胸って、というところを、考察していきたいと思います。で、彼らのですね、歌詞の中にですね、そういう特徴が出ているなというのがありました。はい。それをちょっと読み解いていきたいと思います。で、大きく2つ特徴がありました。で、その結果から胸というのはこういうことなんだというのをちょっと考察したので見ていきたいと思います。
まず一つ目、はい、胸って何なのかというところで、あの胸に刻むってよくまあ聞きますよね。っていう具合に胸ってまず強い思いが留まっている場所っていうのがあると思うんですよね。じゃあこの特徴どこで思ったのかというとですね、嵐の桜酒というね曲がありますよね。はい。でこれにはですね、まずトップ10の単語夢胸未来手というのが入ってました。結構上位のものが入ってましたよ。はい。で桜酒ってこう応援歌ですね。ざっくり言うとそういう感じだと思うんですけど、まあ、夢を叶えるんだっていうような応援歌だと思うんですけど、この歌詞の中にですね、はじめは桜咲け僕の胸の中にってありますね。はい。で、2番ですかね。で、桜咲け君の胸の中で何度もこう胸に訴えかけてるんですね。はい。で、やっぱ夢っていうのはこう強い思いの塊だと思うんですね。はい。だから胸に結構訴えかけているんじゃないかなっていうのが一つ思いました。で、ここですね、胸というのをですね、お互い嵐と僕たちの共通項にしてですね、こう繋がっている感覚にもなれるんじゃないかなとここで思いました。はい。で、僕から君にっていうね、ここ切り替わっていることで、君の胸の中で桜咲けって言ってるとなんかこうエールをもらえてる感覚にもなりますよね。はい。やっぱりこれが応援歌だっていうまあ特徴と、で胸っていうのはこう共通項になってるんだなっていうのをちょっと感じました。はい。で二つ目、胸何なのかというところで、ファンにとってですね、好きっていう気持ちがたくさん詰まった場所なんじゃないかなというふうに思いました。はい。これどこで思ったかというと、次はスマップのありがとうという曲がありますよね。はい。これもトップ10の単語のうち、胸、涙、愛、心というものが入ってました。はい。で、これどういった曲かというと、まあ、簡単に言っちゃって申し訳ないんですけど、これもなんか愛する人へ感謝を伝える歌だと思うんですね。はい。で、歌詞の中にこうあるんですね。あの日々が、あの愛が、あの人がくれたもの忘れない。っていうこう言ってるところがあってですね、で中に、格好書きでね、何個かセリフがあるんですけど、助けられた言葉今もずっと胸にっていうところがあります。はい。で、まあざっくり言うと、まあこれまでかけがえのないものをもらってきたと、でその中で助けられた言葉っていうのは今も胸に残ってるっていうようなメッセージだと思うんですね。はい。で、助けられた言葉っていろいろあると思うんですけど、まあ親友からだったりとか、まあ家族からだったりとか、そういうのあると思うんですけど、ここ、スマップとファンっていう関係性で見てみるとですね、こうやっぱり、ファンにとってはですね、スマップからいろいろたくさんの言葉って胸に残ってるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱこの感謝という曲なので、そこがすごくね、ファンにとってはそういう風に受け取ることも比較的多く感じる歌なんじゃないかなと思いました。で、これもですね、やっぱつながっているなという風に感じました。聴いてる側と。はい。で、このまあ胸という特徴から、共通しているものを見てみると、よいしょ、やっぱりですね、胸っていうのはファンとつながる場所、まあ僕たちと彼らをつなぐ場所になっているんじゃないかなと思いました。はい。なので、まあこの2位にね、胸が入ってるっていう理由の中にはですね、やっぱこういうつながっている部分を表すっていう一面があるから、かなり上位に入ってるんじゃないかなと思いました。はい。で、ここでまとめます。はい。夢をみんなの胸に届けてくれるということなんじゃないでしょうか。はい。決まったかな？決まってないか。はい。で、共通する部分としては、こういう風に捉えました。はい。で、次です。それぞれの特徴を見ていきたいと思います。で、スマップはこういうアイドル、嵐はこういうアイドルという風に私は、結論付けました。それを一つ一つ見ていきたいと思います。じゃあ、皆さん、この結果から、じっくり見てくださいね。スマップがどういうアイドルかと私は思ったかというとですね、はい。寄り添ってくれるアイドルなんじゃないかなと思いました。なんじゃそれって思うかもしれないんですけど、近いのみたいな、近くにいてくれるのみたいな、どういうことなのか。で、これはですね、3位の単語がですね、空と気持ちというところで、僕はそういう風に判断しました。はい。で、ちょっとすいません、嵐の方もなんですけど、3位。このね、3位っていうのがやっぱりね、
彼らの一番の違いを表すところなんじゃないかなと目をつけました。はい。夢、胸は一緒なのでね、3位のところがやっぱりこう、キーになってくるんじゃないかなと。はい。で、スマップのところですね。3位が空と気持ち。これ同じ数なんですね。はい。歌の中でこれだけの回数で使われているというふうになってるんですね。で、まず、これどういうことやねんみたいな。空と気持ちどういうことやねんというところなんですけど、はい。まず、気持ちっていうのは、まあ、そのまま気持ちについて歌っているのかなと。で、空って何ぞやみたいな。で、空も気持ちを反映させているもの、と私は捉えました。はい。ということはですね、まあ、空も気持ちも結局トータル気持ちについて歌ってくれているんだと、ふうに私は思いました。はい。ここからは、寄り添ってくれてるんじゃないかな。僕たちの気持ちを歌ってくれてるんじゃないかなと、ちょっと思ったんですね。はい。で、その特徴をですね、2曲から、スマップの曲に2つから、考察していきたいと思います。まず1つ目、この時、きっと夢じゃないという曲なんですけど、まあ、これもね、いい曲ですよね。ここ、見ていきたいと思います。まあ、早速、歌詞のところなんですけど、僕はあの日、霞む空にまた強くなるさと誓った、というところがありますよね。はい。ここの空が気持ちになるんじゃないか、というところをちょっと見ていきたいと思います。霞む空っていうところなんですけど、まあ、それってもやのかかった、まあ、空ですよね。はい。で、これを空じゃなくて気持ちにすると、まあ、もやのかかった気持ち。はい。これどういうことかというと、まあ、不安を抱えている気持ちとか、まあ、はっきりしない気持ちっていうところだと思うんですね。はい。で、そういう自分に対して、また強くなる。また強くなると、誓ったということで、諦めないぞというところが、ここに出ているんじゃないかなと思いました。はい。で、こういうふうに空が、まあ、気持ちというふうに置き換えられるんじゃないかなというのが一つ思いました。で、もう一つのところ、悔し涙で滲む青空、あの頃の僕らの夢叶えたいんだというところがありますよね。はい。ここは青空なんですよね。なんだ青空はと。ここはさっきとは違って、雲一つない空って感じですよね。はい。ってことは、雲一つない気持ちということで、じゃあこれはどういうことかというと、まだ幼くてこうまっすぐだった気持ちかなと。うん。つまり初めて夢を持った時の気持ちなんじゃないかなと思いました。はい。で、そこに、悔し涙で滲んだということなので、初めて悔しい思いをしたのかなと。夢を叶えるぞと。動き出して初めて悔しい思いをしたのかなと。思います。で、その時初めてね、夢を持った時のあの気持ちを忘れずにですね、その頃の僕の夢を叶えたいんだ。まだ夢を諦めたくないんだ。というところがここから出てるんじゃないかなと思いました。はい。ここもまた空が気持ちというふうに出てるんじゃないかなと思いました。でですね、ここ一番ね、この曲出てるんじゃないかなと思う。寄り添うという。ところなんですけど、歌詞の中に僕らはいつだって一人じゃないんだよっていうところと、まあ、どんなに遠く離れていてもそばにいるからと、もうこれはね、もうやっぱりもう寄り添うっていうところを一番象徴しているところなんじゃないかなというふうに、この曲からね、こういういろんなところを感じました。はい。で、もう空と言ったら夜空、はい、の向こうですよね。ここからもう空で気持ちなんじゃないかなというふうに思ったところがあるので、見ていきたいと思います。まずですね、夜空とはこの曲ではどういうことを表しているのかというところで、まあ、歌詞をね、ちょっと見て考えてみました。はい。で、まあ、バーッと見たんですけど、まあね、見たというか皆さんももう口から出てくるぐらい覚えてるのじゃないかなと思うんですけど、まあ、明日が来ることにね、少し怯えてるような感じがしました、最初。はい。で、今の自分のまま進んでいいのだろうか。はい。これまでと同じ明日が来るのか、それとも新しい明日が来るのか。うん。どっちかわからないけども、明日が待っているというような、ちょっとね、ざっとですけど、こういうふうに感じました。で、つまり明日っていうのは何かしらの変化を表していると思うんですね。はい。そうすると、夜空、というのはですね、明日の直前ですから、つまり変化の前ということで、変われない気持ちっていうのを夜空で表しているんじゃないかなと思いました。
で、それどういったところで撮んねんっていうところで、この歌詞のね、一文からちょっといろいろね、考えました。このまま、どこまでも日々は続いていくのかな、雲のない星空が窓の向こうに続いていると。まずこの二文を考えていきたいと思います。で、こう一文目は僕ね、問いかけになってるのかなと思いました。はい。このままどこまでも日々は続いていくのかな、ということはですね、変わらない日々が続くのかということなんですけど、変わらないっていうのは夜空で例えられると思うので、あ、ここ夜になっちゃってた。で、つまり夜空が続いていくのかっていう問いにも変えられると思うんですね。はい。で、次に回答が来ると思います。雲のない星空が窓の向こうに続いているっていうところなんですけど、星空ということはですね、星が見えてる空ということなんで、まあ夜空ですよね。はい。つまり窓の向こうにははっきりと夜空が続いている。つまり変われないものが続いているということなので、変わらない日々が続くのかと。で、続くよと隣、回答が来てると思うんですね。直後に、はい。で、次の文に、あれから僕たちは何かを信じてこれたのかな、夜空の向こうにはもう明日が待っているというところなんですけど、そう、ここ夜空にいる限り、夜空の限り変われない限りはもうずっとそのままですよと。だからそろそろ、夜空の向こうに行かなくては、まあ変わらなくてはと言ってるんですね。で、ここでね、向こうっていうのをね、ちょっとかけてるのかなと思うんですけど、少し前にですね、窓の向こうって出てますよね。はい。なのでもう窓の向こうの夜空を見続けるんじゃなくて、そろそろ夜空の向こうに行かなくては、変わっていかなくちゃ。で、そこにはもう新しい日々、つまり明日が待っているはずだからというふうに、まあこうやってね、空で気持ちをこう映してくれてるのかなというふうに僕は思いました。はい。で、まあスマップの総括なんですけど、こんな風に僕らの気持ちをですね、空に例えてくれてるように思いました。はい。なので、どっちかというとですね、頑張れ頑張れじゃなくて、大丈夫だよってこう寄り添ってくれるようなのが、スマップなんじゃないかなという風に思いました。はい。では次、嵐行きたいと思います。はい。嵐はどういったアイドルという風に僕は思ったでしょうか。はい。じゃじゃん。はい。未来を応援してくれるアイドル。まあちょっとね、そんな風に思いました。なぜかというと、はい、3位がですね、未来ってきてるんですね。はい。まあここ簡単ですけど、つまり未来について多く歌っているということなんですね。はい。じゃあこういう特徴を嵐の曲の中から、考察していきたいと思います。曲 Believe という曲なんですけど、これすごいですよ。なんとトップ10の単語のうち9個入ってました。はい。かなり嵐の特徴が、というか一番出てる曲だと思いました。で、他にですね、調べてみましたら、この9個、10個全部入ってる曲はなかったんですけど、9個が最大でした。で、一つがこの Believe で、もう一つが、5 by 10。はい。彼らが歌詞を書いた曲なのかなと。はい。この二つが最も、嵐、このトップ10の要素、集まってる曲になってました。はい。なので、これめちゃくちゃ特徴が出てると思います。はい。早速考察していきたいと思います。よいしょ。まあ、ざっくり、この曲って、まあ、自分を信じて進んでいくっていう、まあ、進んでいけというような歌なんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、この歌詞の中にですね、あの頃の未来、迎え、時代に期待せずも進むマイライフと、ここラップ調のところだったと思うんですけど、はい、風にありました。ここはですね、まあ未来という単語がもちろん入っているんですけど、まあ未来に向かって時代に流されず自分の人生を進めというようなメッセージかなと思いました。はい、ここはね、そのまま未来に向かって応援してくれているというような感じに捉えました。で、次のところなんですけど、まあ、サビの入りのところですね。そう、僕らはずっと待ってる。いつまでだって待ってるというところがありますね。で、もう一つ。誰かがきっと待ってる。伝えたくって待っている。という、ここもね、すごく未来の要素が出ているところだと思いました。
はい。これって、誰が待っとんねんちゅうところありましたね。僕だったり、君だったりとかっていう。で、これ思ったんですけどね。はい。最初の、僕らはずっと待っている、いつまで経って待ってるっていうところはですね、多分ですね、私の考えだと、まあ、思い描いていた未来の自分が待っているっていうふうに私は思いました。夢を叶えた自分が必ず未来で待っているから、そこで向かって今の自分は頑張るだけなんだと。っていうふうに僕はね、ちょっと思いました。はい。で、もう一つ、誰かがきっと待ってる、伝えたくて待ってるというところなんですけど、ここはですね、夢を叶えている未来の自分の周りにいる人たちとかっていうふうに、が待ってくれてるのかなと思ったんですけども、ここを総じて未来そのものなんじゃないかなと僕は思いました。だから、きっと未来が僕を受け入れてくれている。はい。受け入れてくれる準備はできてると。だから大丈夫だよと伝えたくて待ってる。未来が。なので、そのまま今の自分で頑張れと。で、頑張ったことは報われるから。未来は受け入れてくれる準備はできてるんだから、頑張れよみたいな。未来を信じて進んでいけというふうに僕は思ったんですね。はい。で、まあ、ここの二つの文から見ても、こう、何かですね、未来で待っていてくれる。てれてるっていうメッセージがあると思うんですね。で、未来へのこう道しるべをこの歌でね、嵐は作ってくれてるんじゃないかなと。で、突き進んでいけよと背中を押して応援してくれているような感じがしました。はい。なので、こういうところね、総括になるんですけど、まあ未来を応援してくれるアイドルなんじゃないかなと思いました。はい。いかがだったでしょうか。ジャニーズはですね、なんかこういろんな作詞さんがこう書いてるので、まあ彼らの内側から出た言葉ではないにしろですね、やっぱり彼らに合う言葉がやっぱこういう結果なんだったと思うんですよね。はい。でですね、まあ歌の部分なんですけど、僕やっぱここなんじゃないかなというのはですね、やっぱ5人のユニゾンがね、僕この一つの声になっているところがもう最大の僕は魅力かなと思ってます。はい。まあ、スマップも嵐もですね、全員が一緒に歌って一つになった声がですね、僕は一番落ち着くんですよね。はい。で、その5人の重なった声を聞いただけで、あ、スマップだとか、あ、嵐だってなるんですよね。ならないですか？はい。僕はそう感じてるんですよね。だからユニゾンっていうのは彼らのもう一つの声になってるんじゃないかなというふうに僕はいつも聞いてます。はい。皆さんもですね、もしこのグラフを見てですね、読み取れることを気づいたことがあればなんかコメントいただきたいと思います。解釈はねもう自由なので、面白くなればなるほどいいと思ってるので、もっと楽しくなれば音楽が楽しくなればいいなと思います。それではまた次の動画で。